ます。ダンシネマティック津田直美です。さてこの番組は関西からお届けをしています。この場所は大阪なんですけれども、今日はちょっと趣向を変えて、神戸のフィルムオフィスという団体があります。これ何かというとね、映画のロケ地を誘致したり、実際に映画の撮影が神戸で行われる時にはいろんなサポートをするっていう団体なんです。で、もともと日本にはそういう、サポートする団体がなくて、それを20年前に日本で初めて立ち上げたのがこの神戸フィルムオフィスなんですよ。で、今年20周年ということで、いろんな監督さんに来てもらったりしてトークショーが行われました。で、私はその中でいくつかのトークショーの司会をしてきましたので、ちょっとあの映像がありますのでご覧いただきましょう。台風も来ている中でお越しいただいてありがとうございます。このしかもこの神戸の街っていうか深海地で見ていただけるっていうのはすごく本当に嬉しいですよね。いっぱいあるんですけど、一つはこれ公開が神戸の震災から20年経った頃だったんですよね。で、やっぱ撮影している時は2014年で、その時に神戸の街を見るたびに、やっぱりその直後に取材していたので、その時の姿がこう思い出されたけれども、今こうしてね、こんな美しい街になってるっていうのがものすごくやっぱり私自身の力になったなっていうのがやっぱり一番大きいので、最後決断を下すところ、中谷さん、古市恵さんが決断を下すところで街を眺めるというシーンを、しっかり街を見せて描きたいなと思ったことが、一番やっぱり大きいですかね。場所をね、一緒になって見つけてくださるっていうのはすごい大きいですよね。こう案内だけして、例えばこうっていう感じではなくて、やっぱりずっと横にいてくださって、私がこういうことに対してこうなんだとか、もうちょっとこういうところはないのかっていうことを本当に一つも漏らさず聞いてくださって、で、だったらって言ってまた探してくださって見つけてきてくださるっていう作業を本当にこれ最初にそうですね、やってましたよね。維新の前で火がバーって刺してくるシーンってあれって人工的じゃないってさっきプロデューサーから聞いた。そうなんですよ。あれはもう私たちそんなね、まず自然こう待っているような予算がもうそもそもなかったっていうことが一つと、もう一つはやっぱり人工的に照明で作った光っていうのはまた全然違う光になるんですよね。でもあれはたまたま本当に別のシーンを撮っている時にああいう光が差し込んできて、照明部が私をまず見て今やで私が中谷さんをバッて見てそうしたら中谷さんがもうそのシーンの着替えに行ったんです。へー。で、それでもうその連携プレーであのシーンが撮れたんですよね。奇跡的に。いや、本当に美しかったですね。あのシーンは本当に本当に映画の神様いるんだなって思いました。黒木華ちゃんの結婚式としていた場所ですけど、そこも見つけた時にね、本当にここだって思ったんですけど、映画の撮影って音も撮っているので、そこはね、3車線ぐらい電車が走ってたんですよ。走ってますね。ちょっとここはないですよね、みたいな空気になってたんですけど、また私も黙ってしまって、いや、ここしかないだろうと思って、いや、どうしてもここで撮りたいんだと。夜会のシーンもね、鳥の鳴き声がいっぱいあったとこじゃないですか。花鳥園の上からぶら下がっている花の写真を見つけて、ここじゃないって言ってみんなに見せたら、こ
ここだみたいな話になって、じゃあ行け課長へって言ったら、ものすごいフクロウの泣き声が聞こえて、まあ課長園ですかね、鳥さんって。そうなんですよ。しかもね、鳥ってそのすごい反応がよろしくって、あの中谷さんのセリフにちゃんと反応するんですよ。で、その時に中谷さんがどうしてくれたかというと、はい、泣き止むまで待って次のセリフに。それでなんとか撮影しちゃって、本当にありがたいものでした、ね、できる限りこうその皆さんはまだ気づいていらっしゃらない、まあ、おこがましいですけど、あの全国の人もね、うん、まだあのご存じない良いところ、神戸の素敵なところをあの撮りたいなっていう思いもありますし、記録に残したいという気持ちもすごく大きいですね。伊藤さんといつかあのご一緒したいなっていう思いがずっとあったんですけど、なかなか伊藤さんって本当にあのすごい方なので、なかなかこうね、予算もない中でなかなかこう言えないっていう中で、どうしましょうかね、伊藤さんとかやってくれたらいいんですけどねって言ったら、中谷さんがキラーってして、あのやっていただきましょうよって私から言いますよって言ってくださって、本当ですかそんな感じで、あの作り立つ人の場合は伊藤幸子さんにやっていただく、この映画にとって純粋に、いい歌だったりいい音楽っていうのは何なのかっていうことを、まあ、常に考えて、プロデューサーの皆さんと戦いながら頑張ってるっていう感じですね。切手のない贈り物がいいっていう、それがあったんですか。そうですね、あの最初にその口笛から始まるあの他の切手のない贈り物ではなくて、このバージョンの口笛から始まる、はい、あのある種爽快感のある、しかもハッピーな気分になれるこのバージョンが使いたかったので、まあ、この曲を使うためには、あのかけさせていただくためにはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、プロデューサーが一緒に考えてくれて、お金も一緒になってあの集めに行ったっていうのはすごいすごい思ってますよねなんかもう我々土下座する勢いでしたね、お金をくださいねすごいあのもちろん凛としてらっしゃって、でものすごいクレバーな方、頭の回転が速くて周りの状況をよくご覧になってて、例えば周りの人たちがみんなハッピーになるのかっていうことをよくよく分かってらっしゃる方だなと思いますね。本当そうですね、雑鳥ですよ。だからあの本当の意味の雑鳥というか、みんながあまりにもこう切ない弁当だからって言って、中華スープ、野菜だって、中華スープをあの作ってくださって、炊き出ししてくださったね、そういうことね、だから店さんを、ね、切ってお野菜にしてくださったりとか、演技をする人としても素晴らしいんですけど、うん、演技をする人っていうだけじゃなくて、やっぱりあの全体的なことをね、今おっしゃってくださいましたけど、見渡してあのみんなを引っ張っていき、作品のことをやっぱり監督と一番になって一緒になって考えてくれる、もう本当にこの作品にとって戦友は中谷美紀さんだったなっていうのは間違いないです。年上映会20周年の上映会、トップバッターとして三島由紀子さんのお二人にお越しいただきました。ありがとうございます。ということで、神戸で、まあ、トークショーが行われた様子をご覧いただきましたが、神戸というのは、まあ、ロケ地を誘致するのに本当にね、まあ、いろんな、こうやり方をしながら、誘致をしています。で今回もですね、なんと神戸でロケをした全く新しい作品が、なんとベネチア国際映画祭で銀獅子賞、いわゆる監督賞を取ったんです。でこれがもう本当にすごい作品で、黒沢清監督作品、映画好きな方だったらもうみんなご存知だと思うんですが、黒沢明さんとは全く親戚でも何でもなくて、ヨーロッパでは第2の
もう一人の黒沢って呼ばれている人で、まあ、ヨーロッパではすごく有名で、いろんな映画祭で賞を取ってる監督です。どちらかというとホラー映画がお得意で、ドッペルゲンガーとかね、いろんな作品があるんですけれども、今回は、歴史ものにチャレンジしました。1940年代の日本、戦争に向かっていく不穏な空気が流れている日本の、しかも神戸を舞台に撮っている作品です。まあ、とりあえず予告編を見ていただきます。悪魔のような所業を僕は見た。仲居をしていた日下部ひろ子が殺されました。ご存知ですか、この女。私を疑ってらっしゃる。日下部ひろ子を満州から連れ帰ったのは優作さんです。あなたとあなたのご亭主がこれからどう振る舞われるか、我々はそれを注視しています。あなたがスパイなら、私はスパイの妻になります。おじさん以外の誰にも渡してはいけない。この証拠を国際政治の場で発表する。本当のことをおっしゃってください。僕はスパイじゃない。信じるのか信じないのか。あなたを変えたのはあの女です。決定的な証拠だ。あなたは何も見なかった。あなたには分かりようがない。ひとえにあなたのことが心配なんです。タイジ君は君に惚れている。やはり知らなければ何も信じることはできません。あなたは連合国側のスパイですか。誰が通報した。あなたもよくご存知の方だ。アメリカへ渡りましょう。私たち二人で。捕まることも死ぬことも怖くはありません。私が怖いのはあなたと離れることです。すごいもう美術がねよくできていて、まず1940年代満州国っていうのがあり、その中でだんだんこう戦争へ向かっていくイタリア、ドイツとの三国同盟に参加をするっていう、そういう時代背景の中の神戸です。夫婦がいます。高橋一生さん、そして蒼井優さんです。まあ、この2人がめちゃめちゃ上手なんでね、この映画ほとんどこう2人のシーンが多いんですけども、この2人のうまさによってぐーっと映画が引っ張られていく感じがあります。この映画の中では、この日本の中で、高橋一生さんが、まあ、あることに気づくわけなんですよ。でそのあることに気づいて、日本を正しい道へと導こうとする中で、蒼井優さんが、高橋一生旦那さんと一緒にいたいからと言って、こういろいろそこからいろいろこう話が、ね、複雑になっていくんですけども、それはまあ映画を見てのお楽しみということで、ちょっと見どころをご紹介していきますね。見どころその1、まずは2人が謎。誰かっていうと高橋一生さんと蒼井優さんです。もうとにかくね、蒼井優さんが超謎で、これね、スパイの妻っていうタイトルなんですけど、ダブルミーニング、2つの意味に取ることができるって皆さんお分かりになります。スパイで、旦那さんがスパイで、その妻である蒼井優さんということか、スパイの妻自身、蒼井優さん自身がスパイなのかっていう、両方にも取れるっていうことで、映画を見てももう分からへんのよこれがね。ちょっとだけネタバレしますけど、高橋一生さんも自分はスパイじゃないって、日本を正しい道へと導きたい竹なんだって言ってるんですが、後半の方で船に乗って出かけるっていくっていうシーンがあるんです。でここで蒼井優さんがあるところに隠れてるんですが、見つかるんですよ。でその見つかった時の表情、もうね、5歳の少女みたい。はっ、私何も知らなくて見つかっちゃったわっていう表情をするんですよ。でもその次のシーンでは悪魔のような表情とかするんですよ。ちょっと待って、蒼井優さんはほんまに何も知らなかったのか。実は蒼井優さんが高橋一生さんをこうなんか実は動かしていて、いわゆる彼女がスパイなのかとか、もういろいろと想像が働く映画で、どっちかわからないので皆さん見てください。そして2つ目、神戸です。
これね、プロデューサーがまず神戸を舞台に映画を撮りたいということで、ハッピーアワーという5時間弱ある映画を撮った濱口竜介監督、寝ても覚めてもという映画を撮りました。これで、東出さんがいろいろねゴシップでね有名になっちゃった映画なんですけど、でその寝ても覚めてもを撮ったりしている濱口竜介さんが神戸でハッピーアワーを撮っていて、同じくハッピーアワーの脚本を撮っていた野原忠さんっていう人に声をかけます。で2人が脚本を書くんですよ。でここに黒沢清さんが混じって脚本を撮って、黒沢清さんは神戸出身ということで、じゃあ神戸で撮りましょうということで神戸が舞台になったんです。なので映画の中で有馬温泉っていう言葉が出てきたり、1980年まであったのかな、新海地という場所に集落館っていうすごい、大正時代にできたすごい映画館があったんですけど、この話が出てきたりするので、神戸在住の人、関西の人は知ってる場所の名前が出てくるっていうことで、すごくこう親近感があると思います。そして見どころその3、さっきも言いましたが美術です。途中からも演劇の舞台のようになっていくんですけども、例えば、何十人かでこう行進していくっていうシーンがあるんですが、こういう風に歩いてってこう曲がってこう帰ってくるみたいなシーンがあるんです。この間にはいっぱい道があったり建物があったりするんですが、高橋一生さんとか、蒼井優さんが動きに合わせてこの、兵士の群れがずっと動いていくことによって映画のすごい奥行きがわかるっていう、さすが黒沢清さんっていうような、もう映画の奥行きとか映画の立体感っていうのをね、そのワンシーンだけでワンカットで撮ってしまうっていうね、そういうところも見どころになっていますので、ぜひご覧になってください。スパイの妻、なんとベネチア国際映画祭で監督賞を取っていますので、ご覧くださいね。今日もありがとうございました。